またまたまた、それはそれとして。最後にですね、ちょっとまた面白い、ものをですね、ちょっといただきもので、前、時々ちょっとやったよく防具なんかのですね、こう長いレンズなんかに、AF にするなんて言って、70、300なんかの中に全部抜いちゃってとか、まあやったりしてたんですけど、まあちょっとですね、面白いものがですね、来まして、これね、こうキュキュなってますけど、まあ、これがですね、これはロシアのなんかへんてこな、300mm 4.5 っていうミラーレンズなんですけども、そこのですね、これですね、ニコンの AF テレコンバーター TC16A っていうのがですね、ここについております。こういう、代物なんですが、まあ、F501 とかが出た頃にですね、まだまだ AF レンズのラインナップが揃わないニッコールとしてはですね、カメラを使ってもらいたいがために、既存のマニュアルフォーカスのレンズのテレコンバーターをつけて AF カメラに、フィルムの AF カメラにつけるときに、これで AF が来ますよっていうコンバーターなんですが、まあこれはですね、デジタルカメラには使えないっていうのが、まあありまして、それをですね、まあウェブの人たちが、いろんな試行錯誤した後にですね、この後ろのピンの配置をよいしょって動かしてあげると、こういうふうに、これは D700 っていうデジタルカメラなんですが、つけると、なんと AF が効くと、こういう感じでね。ただ AF が効くんですけど、その他の連携とかがなんかひっちゃかめっちゃかなので、明るさが F1 になるのかな？あ、そうでね、これがまたね、こうなっちゃうと効かなくなっちゃうんですね。ちょっとね、こう接触がやっぱり、なんかうまくいかなくて、ちょっとね、これはね、こう、作る、なんでしょう。なんかね、もともとそんなへんてこな改造なので、やっぱり、ちょっとね、百発百中といかないみたいで、で、まあ、どんな風に改造したのかっていうのをですね、まあ、これウェブにすごく情報が出てますので、まあ、僕がなんだかんだってそれと同じことをただ、やっただけなんですけども、まあ、ちょっとですね、どんな感じかなっていうのだけ、もちろんこのアイデア自体も、全部ウェブを、参考にさせてもらいまして、やってみたんですが、で、とにかくここにですね、もともとはこういう接点がですね、ここにくっついてたのをですね、こっち穴を開けてずらして入れたと、これはね、違うレンズのから持ってきたんですけど、まあ、あとこういうちょっといわゆるスズメッキ線ですね。これを僕は使ってみたんですが、そうそうそう。で、やった後に僕気がついたんですけどね、最近こういう便利なものがありまして、ポリウレタン導線って言ってですね、この状態では被膜がついてるんですね。だから、絶縁なんですよ。で、ハンダの熱で、この外側の被膜が取れて、こうハンダ付けして、だからこういちいちこうコードでこう皮むきしなくてもいいっていう、非常に便利なものがあって、こんなものがあるんだと思って、まあ、慌てて買ってきたんです。まあ、今回、これはちょっと違うんですけど、で、実際ハンダ付けは、まあ、ちょっとこの AF コンバーター自体の構造もちょっと面白いので、この辺は全くニコンのお約束で、これがネジの形が違うので間違えないように、
するっていうところだけですね。もう一個。こうネジ一個なくしちゃって、それもあって似たような AF のレンズを一個ばらす羽目になったんですけど、まあ結局あの部品としては何も必要なくて、あのこういうスプリングがこういう風に入ってるんですけど、いいですよ。これがね、一回入れちゃ、まあ、ちょっとあの、組み立てるのはやんないですけど、これ、あの、すごい難しくて、もう、百発百中でなんて無理なんですよ。だからあの、まあ、どういう構造になってるかだけなんですが、あ、これ下取んな方がいいのか。まあ要するにこういうですね、あのここに穴が開いていてですね、でこういう接点が、後ろからこう入って。こっちに出ているわけなんですけど、こっちこう出ているわけなんですが、このですね、ここに開いている穴をにやってるやつをですね、同じようにこっちに穴を開けてですね、こうやってピンバイスで。で、こっちに使ってた部品をこっちに持ってきてですね、で、こっちに来てた電気をこっちに流してやるっていうですね、まあ、言うのは簡単な改造なんですが、ですから、こういうのをですね、こう、この字型にして、ハンダ付けしてですね、で、片方はこのスプリングに、直接ハンダ付けしてます。これが、まあ、どんな感じかっていうと、で、結局この、お隣さんに乗り上げちゃうんで、こう絶縁なんですよ、一番問題が。で、まあ、こういう風にですね、これちょっと見て、わかりますかね。ピンと来てんのかな、この辺。ここにあったフレキの、にハンダ付けして、さっきの線で、こっち持ってきて、スプリングに直接、ハンダ付けしていると。で、このスプリングの後ろにですね、まあ、ちょっとセロテープをちゃーく切ったのをですね、こう、ちょっと入れといて、こう、こっち乗り上げないように、するということをやってあげれば、これやってるよな。そうですね。やって、セロテープ貼ってあるんですけど、ちょっとセロテープ見にくいんで、で、まあ、こういうふうに、それで元通りに、ここにですね、全部、この一個一個の接点に対して一個一個スプリングをこう入れてってですね、ペッて組み立てるんですが、これも一発でなかなかできないですね。相当苦労して組み上げないといけない。とてもこの時間じゃ終わりませんので、まあ、そうやって元通りであれば、よくて。で、さっきの絞りが1になっちゃうというのはなんか、ここの電気回路をですね、さらにあの、切って、それのあの、幾分、6個オーバーになっちゃうんですね。だから3絞りぐらいオーバーなのでネットで書いてありましたが、まあそういったこともですね、あのやった、僕やってないんですけど、やってあげると、さらにいいらしいんですが、まあちょっとだけですね、もうせっかくここまでバラしちゃったからもう、このあの、なんかね、ここの足を浮かせると、
いいそうです。まあそれはそれとして、この AF の仕組み、これ仕組みっていうほど仕組み、ここがまあボディからこうくる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 回ると、こうレンズが出たり入ったりするっていう、まあ、ただこれだけなんです。という、仕組みなんですけど、まあ、ここにだからギアが一つあってこう回って、カム面があるっていう、まあなんとなく想像通りの、仕組みなんですけど、まあ、ちょっとこれだけ取っ払ってみたいと。今このテレコンシャフトはなくなったのかな？もう今最近出るやつこれもうついてないですからね、レンズ自体にも。どんどん、あの、EOS マウントみたいになってきちゃった。これがね、確かそうそう、くる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 回っちゃって、位置関係よくわからなくなっちゃうのと、ここで確かね、あの、ピンで情報を取ってるのがありますので、あ、なくなってたネジが出てきた。これ、これなくしちゃったと思ってた。こんなとこに引っかかってた。ここの黒のネジね、あの、僕なくしたと思って、そうするとこれわかりますかね、ここがギアになってて、これは外側、これは絞りだ。こっち側じゃダメか。反対側の方がいいっすね。ちょっとこれ壊さないようにしないと。結構ね、貴重なコンバーターで、ありますので。あ、せっかくまでバラしたんだから、回路のあれもやってみようかな。あの、ピンを折っちゃうの。さっきの後ろのあの溝を、あ、そうですね、お、このスプリングがまたなくしそう。あれ、あ、これはこれスプリングか。ここまで来ると丸見えになるんだ。これなんかね、こう、足をちょっと折るらしいんですけど、あれ結局、あれ見えないの？あら？これが AF だ。ここの中のレンズは動いてますよね。そしてこれは、これですね。
これ見えますかね、シャフトがこう回るとギアがここに座って、この外周のギアにもうこんな感じに見えるのかな。ちょっと僕今こっちか、この辺こうギアが回りますよね、ここの部分。そしてこの、外周のギアが回ると、ここに来てですね、このピンが斜めにカムになってますので、レンズが前後するという、まあこういう、ここまでバラしちゃうと、こういう、まあ、すごくシンプルな、ね、ストレートな、テレコンで。まだこれまた元で組み立てればもちろん大丈夫なんですが、確かね、ここのね、なんかね、プチプチって切るらしいんですよ。これをちょっとチャレンジして、おきたいと思います。あとはね、とにかく、これが組み立てるのがもう、1時間わかんないけど、30分コースぐらいだったかな。えらい大変でした。うん、これ特にここはグリスとかないんだけどいいのかな。なんかちょっと塗りたいとこですけどね。こここれ自身はもうプラスチックで潤滑もないので、まあ、ここを切るだけならここまで分解しなくていいんでしょうけど、はい。ちょっとこのまま、ちょっと、ここをですね、切るのをちょっとチャレンジしながらということで、まあ、これ、ここまでと、ちょうど10時前ですし、まあまあちょうどいいかなって。まあこんなような、仕組みになっていました。はい。AF テレコンバーター。あれ?ということですね。この改造もこの改造で、結局ね、例えば防具で、なんていうの?一群二枚の少ないレンズでバシって撮れるのに、こう、なんかで、このテレコンもやっぱ明るさがある程度明る、5、6以上かな、ないとダメなのでってなると、このレデューサーとか入れて、さらに光学系を足して、だから一旦焦点距離を短くしてまた焦点距離を長くするみたいな、感じのアプローチになるので、ちょっとどうかなっていう気もするんですけど、ただ先ほどご紹介したように、この、ちょっと明るさの明るいミラーレンズがあればですね、これミラーレンズ自体が全然ボワボワの写りで、まあどうしようもないんですけども、ましてこれM42 のレンズをマウントアダプターでやってますが、無限が出ないので、まあ実際は無限よりもヘリコード自体が回りますから、まあ、ほぼ無限で撮れるんですけど、まあでもこんなのですね、ミラーレンズを、この、300の 4.5 ってこのミラーレンズでは、ちゃんと AF 効きます。だから、ある程度合わせておいて、最後 AF すると、キュ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 ってこう、来ますので、まあ、ミラーレンズの AF ってなかなか、面白い。ミノルタの500の8かなが、かろうじて、今でもあるのか、もうないのか、ソニーですね。ありましたけども、ありましたになるのかな。まあ、なかなかですね、遊べるには遊べる。面白い。で、デジタルに、ちょっと改造してですね。ちょっと楽しんでみていただけたらと思います。はい。